戦闘スタンプを作り始めたきっかけを語るにあたっては、一人の方をご紹介しなければいけないんですけれども、ナンシー関さんという方がいらっしゃいまして、版画家でコラムニストの方なんですね。で、私はその方の大ファンだったんですけれども、残念ながら若くしてお亡くなりになってしまったんですね。で、それが2002年のことでした。で、2008年にその方の回顧展に行くことができまして、で、見て圧倒されたんですね。5000個ぐらいのハンコが並べられまして、で、あ、これを見て自分もやってみたいなと思ったんです。で、じゃあ何を彫ろうかな。で、何を題材にしようかなと思ったときに、当時銭湯を巡ることが大好きだったものですから、じゃあ銭湯関係のものを彫ろう。それから銭湯のご主人ですとか、おかみさんですとか、そういう人の似顔絵を彫ってみようかと思いました。それで、彫り始めたんですね。で、まあ、勝手に似顔絵を彫って、勝手にプレゼントするというサプライズをやってまして、で、それがだん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 増えていったときに、じゃあ、うちで個展をやらないかなんていう声をいただきまして、で、個展を開く。で、それがどんどん口コミで広がっていって、まあ、いろんなとこで個展をやるようなことになりました。で、そうこうしてるうちにですね、日本の銭湯では10年ぐらい前からスタンプラリーのイベントで、このような無遍路スタンプノートを持って、ハンコを集めるという、そういう方が増えてきたんですね。で、このハンコなんですけれども、まあ、用意はされているんですが、面白くないんですよ、字だけで。例えば、こんな感じですかね。どこの、銭湯という字が書いてあるか。これ全然面白くないんですね。で、なんかこれ、銭湯の特徴を入れた絵を入れたら、面白いんじゃないかと思いまして、それでじゃあ、作ってみようと思いました。で、組合の本部に行きまして、どうか私にハンコを作らせてほしい。そういう話をしました。で、それが、2015年になりますけれども、で、最初に3つ作って、それを、まず納品したわけですね。で、そうこうしてるうちに、いろんなところから、頼まれて、そうこうしてるうちに250件ほど作ることになってしまいました。で、現在に至るという形です。今回はですね、これまでに作ったその250件ぐらいの銭湯ハンコのうちの45件を展示させていただきます。で、実際のハンコっていうのは、こんな3センチ四方の小さいものなんですけれども、これをこのサイズに大きく拡大して45枚貼っていただこうと思います。で、これ45枚貼りますと、先ほどのこのスタンプノートの、例えば集めるとこんな感じになるんですよ。こういう雰囲気を味わっていただけるかと思います。それと、今回の目玉ですね。幻の銭湯、シドニーというハンコを作りましたので、じゃん。こんな感じで。で、これは皆様に押していただける、していただこうと思ってます。で、これは日本の富士山、それから、シドニーのオペラハウスと、コアラを入れまして、日本とオーストラリアの友好ということで、デザインいたしました。自由に押せますので、ペタペタといろんなところに押して持ち帰っていただければ幸いです。日本の銭湯ですとか、あるいはハンコを集めるという文化っていうのは、ちょっと独特なものかもしれません。で、今回のイベントで、その雰囲気を少しでも味わっていただければいいかなと思います。
で、今、日本はまだまだ大変な状況なんですけれども、この状況が落ち着きましたら、ぜひ日本にいらしていただいて、で、その時はぜひ銭湯に行っていただきたいです。銭湯っていうのは日本の中で多分一番日本らしい場所ではないかなと思っています。はい、お待ちしています。